攻撃チームの団結力と量敵おいこれやろ絶対CPA カレッジ攻撃チームでーす。自信ないな今ちょっともうちょっと声張ってくれる聞こえてないから多分それ今そのテキストをねそのみんなで分担していいものにしようという話をしてきたと思うから、まあ、僕チームの団結力をこう見せたなのでちょっとこうテンション低い大丈夫大丈夫そのテンション無理やりやらされてるから、ね、やらされてるかは十分あるそうですかこれテキストの途中で今やってるからな無理やり撮影やらなくても団結してるのがやってるんでやいいやはいじゃあはい、第1問6文字の漢字科目といえばはい6文字の感情科目というのこれだからもうみんなでこう紙持ってきてるからバン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 って揃えてネフリング同じやつそう感じにしよう漢字の漢字あるよ全然見えないように書いてください全部漢字そんな全部漢字で見つけてるから全部漢字あるんですかじゃあ全部漢字の方がいいんだよいや、僕も思いついてますえただ、うん、書いて2つ思いついちゃって全部漢字全部漢字全然出ないわ双子みたいな感情科目だからどっちもありえる双子分かった出たこれしかない絶対これだわ早くもう完璧もうこれしかないもうこれ分かんないやつやばいやばいもうこれしかないわ6文字だとあんまないから俺もうひらめいちゃったもうこれしかない、はい、そんなに自信あるこれ絶対もう絶対これしかないこれ自信なかったらもう気候子じゃない出たちょっと待ってバカなんですかキングリラメントマジでやばって一個も出てないこれ現金および預金とかじゃあ JP のレベルに合わせた答えをじゃあ JP のレベルに合わせた答えを書いた書きましたキングしっかりして今しっかり6文字の漢字科目といえば長期税少資産あれ国の目税金差と国の目税金差やっぱりそうだなそうだ俺長期前払い費長期提供金乗れん乗れん乗れん最悪や最悪だなんでお前会ってねえじゃん俺だけのせいにしようとしてるんだ第2問監査をする上で最も大切なことはこれ、いけましたね。いや、監査したことねえんだよ。分かるけど、これはいけるでしょ。漢字6文字だよ。漢字聞けない。俺なんでか分かってない。もうこれしかないわ。監査やってないけど。ごめんなさい。これいけるな。YouTube だからって可愛いキャラに出そうとしてる監査する上で最も大切なことは職業敵会官疑心でしょやらなくても団結してるのが合ってるやらなくても団結してるのが合ってるおい、いや、それさおいこれやろ、絶対第3問、高野大樹のうわ、なんだなんなさすぎじゃないえ、僕はえ、名前ついて
コンプリート。あ、分かってしまった。ね、コンプリートトレーニング入らないな。コンプリートトレーニング。大気の。これはでもこれまずいな。簡単です。頭いいわ。そのちゃん常に早い。ノーヒント。高野大輝の何のジャンル？どういうこと？何のジャンルと？大輝言ったら多分当たっちゃったもん。でもコントロじゃないですか？高野大輝のコントロ。何だろう？高野大輝のタイトルじゃないですか？全然わかんない。高野大輝の。三、そう、大、三、こう。伸ばしを。しなんとちょっと伸ばし棒とか。第4問、受験生にエールを最後まで。これ外したらやばいよ。最後まで。いや、こういうのやめてください。いやいや、これはもう一致させよ。これ。これはもう一択でしょ。これは大丈夫でしょ。もバシッとあったら切り。ひらがな、ひらがな。ひらがな。ひらがな。しかない意外と不安なのは登りでも伸ばし棒で切り抜けられるかもしれない受験生のみんな最後まで。あ、ラ、メ、ブ、ナ、おー、